この日泊めてくださる田中さんご一家は関西から移住し、島の診療所で働いているんだそう。可愛い女の子2人の4人家族、みんなで釣ったアジを調理。こちらが完成した晩ご飯。ご近所の方からいただいたというカツオや釣ったアジなど、超豪勢なおかずの数々。では、今日の出会いに乾杯。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 いただきます。いただきます。いい上手。たまにあたりの骨があるよ。骨があるね。おいしい。あれ食べとけばいいの。味ぐらいどうぞ。ケント、はい、まだ揚げてるから。いただきます。おいしそう。尻尾が取れちゃったんですけど。いただきます。うん、トマトだった。うまい。ハリだ。もっとなんかないの。こダメだし。ね、食欲がね、そんな美味しくない感じがする。まあ倍違うからね、年ね。だってお父さん言われたもん、さっき。21でしょ、はい、42ね、半分やもんね。子供でもおかしくないもんね。そうなんですよ。で、すぐなんか返すとかさ。なんかさ、いっぱいこと出したやん。食後はみんなで花火を堪能。よし、いや、午前2時、就寝。やっぱ朝といえばこれでしょう。ご主人自ら隊長を引き受けてくださいました。びくともしない坂田。ちゃんと掃除しといてね。一日お世話になった田中さんご一家に歌のプレゼント。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。どこにいたの、生きてきたの。遠い空の下、二つの物語だ。手の糸はあなた。横の糸は私。掘り出すのはいつか誰かを温めるかもしれない。最後の夏休み、僕はもうすぐ夏休みが終わるので夏休みの思い出になりました。ありがとうございます。頑張ってください。お願いします。はい、ありがとうございます。